トゥートゥーピッチ。マット、これも、ゴロを打たせました。足立、ピッチャーゴロでツーアウトです。これ、球数によってはもう1イニング引っ張りたくて。やっぱりホームランを打たれることが少ないピッチャーというイメージありますよね。はい、やっぱりこう、緩急使うのうまいですよね。はい、スライダー、なんのフォームかチェンジアップか分かりませんが。ショートゴロになりました。6-4-3と送られてダブルプレー。空振り三振。今のボールはチェンジアップですかね。はい、いますね。まあ、これやればいいっていう問題じゃないですけどね。フォークボールで最後北を仕留めています。さあ、噂はまずは先頭を切りまして、今日これで6つ目のもう三振になりました。ここは最後のチェンジアップ。そして同じような形で三振を取りました。チェンジアップです。フォーク残していれば間違いなく回には絶対行かないというのが分かってましたので ね、はい、最後はチェンジアップ。岸は今日7つ目の三振を奪い取ったというピッチングでした。さあ、フルカウント。チェンジアップ落とした。スイングアウトの三振。これで変わってからは、ここもタイミング外した。この回は三者連続三振。変わってから西口が打者7人連続で打ち取っています。3-1です。ために最後落としましたから、ブリ三振です。これそれはこう相手のこう、お、低めいい変化球でした。チェンジアップですね。はい、今のもう100でいってるチェンジアップでしょうか。空振り三振、ワンアウトです。139キロ、最後落としました。2球目空振りです。並びに三振。最後はソンチャーホーが最後も2人は持ってるでしょうね。そうですよね、うん、そうそう。ライトへの当たり、ファースト追っていって鈴木大地は普段胸好調バッターへと続きます。打ち上げて、これもファールゾーン、ファーストフライになりました。形になるんでしょうけどもね。ここも変化球から胸を取りました。先頭バッター太田さん、終盤のアウトです。ここで抜いたのがチェンジアップの空振り。空振り、これで追い込んでいきました。場数を踏んで、ね、いろんなリードも転がったそうですかね、はい、これだけ同じボールを突っ込んで、これを合わせたバッティング、ショート正面のゴロ、二塁アウト、一塁もアウト、ダブルプレーです。ここは鈴木大地をショートゴロダブルプレーで打ち取りました。ツーアウト、ランナーなくなりました。ああ、最終も取りました。ほぼコースは真ん中だったんですが、はい、そうですね、はい、いい感じでこうシュートしながらのチェンジアップ、はい、チェンジアップ投げますから、それで沈んでいます、うん、このチェンジアップは本当にもう分かってても打てないチェンジアップを本当の状態にいる時は、もう沈んでます。空振りです。で、今日はこのチェンジアップがいいですね。任されたところを黙々とやる選手ですね。先発というのもありました。ここは外高めスワーッと落としてきました。リチャード三振、ツーアウトです。もう胸張ってますよ今ね。外とうまく使ってきました。三振、ここは3球三振、また落ちる球、見極めができないんですかね。これは抜いてきました。そしてこのチェンジアップがあります。ディクソン三振でワンアウト。早くなりすぎますからね。今
この球ですね、はい、抜いてきました。空振り三振で3アウトになりました。外の球打たされました。ピッチャーの小島です。最後は変化球、空振り三振、浅村三振でゲームセット。最後変化球チェンジアップか、空振りの三振に打ち取りました。これが7個目の三振です。いいところ、 いいチェンジアップです。最高の球でしたね。レアード見逃し三振、スリーアウト。安田、いい球だ。三振を取ってピンチを脱出、山岡いい投球でした。5回表ノーアウトランナー1塁。山崎が追い込んでいる。チェンジアップ見事に決めました。山崎幸也、レアード空振り三振に追いつきたいマリーンズです。チェンジアップ三球三振ワンアウト。山崎幸也も今日立ち、またチェンジアップ抜かれました。このチェンジアップ今日よく抜けてます、ね、左バッターにもね、あのアウトコースの腕の振りがまた素晴らしいですよね。腕の振りですか。腕しっかり振る。で3月途中から合流してまいりました。今変化球で三振です。これがまた抜いてきました。チェンジアップで三振、スリーアウト、三者凡退に終わっています。チェンジアップ三振、ツーアウト、ノーアウト二塁からランナー動かさずにツーアウトまで来ました。ツーアウト、だ見逃しの三振を取りました。ツーアウトランナー一塁二塁、三振今日4つ目、宮城。132キロのボールでした。見逃し三振に打ち取りました。これは太田亮、まあ、開幕からずっとスタメンで使ってもらっている中で、はい、まあ、結果が出ずにモイネロが追い込んで三球三振です。キャッチャー一塁に送ってワンアウト。防御率が 2.79、 プロ初勝利もマークしています。今のチェンジアップですね。そうですね、すごいですよね、はい、これですね、はい、先頭バッター愛斗を空振りの三振に打ち取りました。もうちょっとちょっと、うん、空振り三振、初球外の変化球で空振りを奪っています。これが得意なチェンジアップ。さあ2球で2ストライクと追い込んでいます。変化球空振り三振、3球三振に仕留めました。最後は外のボール球です。最後は抜いてきました。134キロのボール、2者連続三振です。ライトが出てきました。落とした、チェンジアップで三振。大きなピンチを作ってしまったマルティネス。高さに気をつけて低めにボールを集めて粘り強くいけるところまで頑張ってもらいたいということです。その話の中でこのゲームは9回2点タイムリーを打ちました。ピッチャーゴロになった。2塁を選択、2塁はと1塁へ、今宮の肩、チェンジアップ8球目、素晴らしい落差、2者連続の三振、緩急がついての落差があるとね、かなり意識をさせましたが、抜く、三振6つ目。